安倍内閣の最新の支持率です先月の調査ではオリンピックの東京招致成功などの影響でアップしましたが今回は7ポイント近くダウンして55.3%となりました調査はご覧の方法で一昨日昨日の2日間行われました安倍内閣の支持率は9ポイント余り増えた前回から一転して6.9ポイント下落し支持しないは9ポイント近くアップしました また、実質審議入りした日本版 NSC 設置法案では、6割以上の人が、秘密保護法案は5割近くの人が内容を知らないとしました安倍総理肝いりの法案の理解が進んでいない現状が明らかになっていますまた、福島原発の汚染水問題については、安倍政権の対応を半数以上の人が評価していないほか、8割弱の人がコントロールされていないと答えています。